防衛省自衛隊災害対策。本日2021年12月9日11時05分頃、鹿児島県トカラ列島近海を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。航空自衛隊第5航空団の F15、新田原救難隊の U120 及び海所自衛隊第1航空群の P1 が現場上空での被害情報収集を実施し、先ほど帰投しました。防衛省自衛隊災害対策。本日2021年12月9日11時05分頃、鹿児島県トカラ列島近海を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。航空自衛隊第5航空団の F15、新田原救難隊の U120 及び海所自衛隊第1航空群の P1 が現場上空での被害情報収集を実施し、先ほど帰投しました。防衛省自衛隊災害対策。本日2021年12月9日11時05分頃、鹿児島県トカラ列島近海を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。航空自衛隊第5航空団の F15、新田原救難隊の U120 及び海所自衛隊第1航空群の P1 が現場上空での被害情報収集を実施し、先ほど帰投しました。